前半グループの最後の滑走は地元中国の15歳の李詩君です。まあ、たった今滑ったばかりのリプニツカヤにはジュニアの大会ではなかなか勝つことができないではいるんですが、しかし世界の上位にいる中国の若手の期待の選手です。中国選手権は早くも2連覇を達成している15歳、地元で迎えるシニアのグランプリシリーズ、これがデビュー戦になります。李詩君です。中国の李詩君、曲は黒い瞳。この人も最初は3回転、トリプルトーループからトリプルトーループという流れがありました。鮮やかに最初のジャンプを決めました李詩君。ポジション、そして回転の速さもいいですね。最後のジャンプ、ダブルアクセル、3つとも決めました李詩君。なんといってもロシアの14歳、あのリプニツカヤの後の演技ですが、負けていません中国の15歳。音楽の盛り上がりとともにステップのテンポも速くなってきましたね。中国にもすごい15歳がいます。はい、本当にジャンプもスピンもステップもそしてスケーティングも若い選手にしては洗練されていますね。はい、こうやって画面で見てても華のある感じがしますね。はい、そうですね。いや、しかもあのリプニツカヤの作った空気の後に出てきたんですが、はい、ジャンプなんかは少し慎重に入っていったなっていう印象はあったんですけれども、それでも完全にこう回転も仕切ってこう完璧に決めてきました。はい、いや、若い選手たちの演技がこれで終了して、この後は後半グループ浅田真央の姿も見えましたが、いよいよ世界のトップグループの選手たちの出番が近づいてきています。その前に若手の選手たちの頑張り、前半グループ平均年齢が16歳、後半グループは 21.4歳ですから、はい、かなり年齢の差があります。はい、出てくると思うんですけれども、この後は大人の雰囲気で勝負ですね。はい、前半グループはどちらかというとテクニックで勝負をしてくる、はい、確実にこうやって得点につないでいって得点にしていく、で後半グループは演技構成点でも得点を稼いできますからね。しかしこの李詩君もグランプリシリーズ初挑戦とは思えないような伸び伸びとした演技をいい表情で見せてくれました。まあ、もうすでに中国選手権を取っている選手ですが、
待望の世界レベルの選手になりそうな感じがしますけれども。そうですね、バランスの整った選手ですね。はい、片手のビールマンスピンも鮮やかでした。いや、印象的な笑顔でキスアンドクライに腰を下ろしました中国の李詩君。そしてこの後後半グループの、ま、最後の公式練習が始まるというところですが、この李詩君にはどんな得点が出るんでしょうか。パーソナルベストは昨年ジュニアグランプリシリーズでマークしました 56.59 という得点がありますが、もしかしたらこの得点を上回ってくるかもしれません。中国の15歳李詩君の得点が発表になります。パーソナルベストが出ました。技術点 33.79、 演技構成点では 25.42、 トータル 59.21、 パーソナルベストをマークして、あのリプニツカヤに次いで現在2位につけました。